プリデスティネーション、星さん。100万人が死ぬという大規模爆破テロが発生した世界で、凄腕のタイムパトロールの主人公が過去に戻って大規模テロを引き起こした犯人を見つけるシナリオ。という部分を話を冒頭でちらっと話しますが、このシナリオはそこがメインですが、メインではなく、大規模テロを起こした犯人の唯一の手がかりが、過去のある場所に現れる女性向け恋愛小説家の男性がキーになるという部分から、その男性の数奇な運命を追体験することがメインシナリオです。この映画はタイムパラドックスを非常に上手に意識して作った作品であり、タイムパラドックスが物語の核になるシナリオなので、ジャケットだけ見ると映画の内容とマッチしていない全く良くないジャケットとタイトルの典型的な作品。映画もプリデスティネーションとありますが、輪廻の蛇の方がマッチします。この映画は冒頭で男性の女性向け恋愛小説家に、なぜ君は男性なのにそんなに女心がわかるんだという質問を投げかえるところから始まり、自分は元女なんだよって言ったら信じるかいといった部分からの回想がメインシナリオ。親が誰だかわからずに孤児院に置き去りにされていた部分から始まり、愛する人との子供を何者かに奪われてしまい男性になって云々観音の数奇な運命の話が始まるのですが、最終的なオチで主人公との接点までネタバレした時のホエーとなるカタルシスの解放にあんこが震えました。非常に面白いのでおすすめのイーサンホークです。